やってきました。町の魚屋さん、ごっちん鮮魚直売店、お刺身地魚、こちらのねごっちんさん、美味しいお魚の定食があるということでやってきました。海鮮茶屋ごっちんって言うんだ。宴会4名から50名様まで受けたまります。個室ありますということになってます。場所はね、静岡県浜松市、隣にはね岐阜といえば岐阜タンメン浜松店があります。こちらの岐阜タンメン、まだねオープンしたばかりなんですけどね、行列がすごいです。ということで私はこちらでございます。海鮮茶屋ごっちん。こちらのお店もねずーっと気になってたお店なかったんです。こちらが正面の入り口になります。海鮮キッチンごっちん、行ってきます。やってます。さあどんな感じかな。店内入ってきます。こんにちは、お邪魔します。失礼します。すごい和の空間、本当に広いお店だね。こちらお座敷がね区切られた感じの席にご案内していただきました。メニューはねほら海鮮丼があって、選べる三色丼っていうのもあるんだ。お、天丼ボリューム満点っていうのもあるね。おまかせ海鮮天丼だって。丼物はすべて漬物味噌汁付きだって。プリプリエビ天丼、あとはねお刺身盛り単品もあります。おまかせ盛りとかね、ごっちん大量盛りとかあるね。5,000円、日によって内容は異なりますと。海鮮が美味しそうなお店でございます。単品はね全てね定食にできるんだって。マグロのお刺身、カツオのお刺身、わら焼きカツオとかあるね。カンパチのお刺身もトロッサーもマダイ、いろいろあります。当店おすすめ御膳ってあるね。おおすごいじゃん。お刺身盛りと天ぷら煮魚がついた当店一番人気ごっちん御膳だって。2100円、税込み2,310円。いいねこれ、いいね。フライ単品っていうのもあります。単品は全て定食にできますと。お、大将おすすめの大人気アジフライあります。ミックスフライもあるね。エビフライ、タチウオフライ、イカフライ、カキフライ、あとは焼き魚は夜のみだって。サーモンハラス焼き、ジャンボホッケの開き、肉厚です。本日の煮魚定食におすすめ1,300円、税込み1,430円だって。アラにもあります。昔ながらの人気メニューだって。おー、アラにいいよね。あとは天ぷらもあります。肉料理あります。鶏の唐揚げ、山盛り鶏からだって。ボリュームやば、人気だって1,000円。おー、これもいいね。なかなかメニューは豊富でございます。まあ、とりあえず一品メニューはね、枝豆みたいなとサラダ、あとは串焼きもあります。マグロのネギもだって、タコ串、鶏ネギもあります。つくねもあります。はい、その他品料理は山芋チーズ、ナスチーズ、サーモンマヨネーズ、海鮮アヒージョなんてあるね。海鮮揚げ物、ミニスの唐揚げ、カニ味噌クリームコロッケだって。おー、濃厚クリーム、うまそうだな。そしてこちらがランチメニュー、本日の煮魚ランチ、大人気数量限定1,050円。本日のランチ、生姜焼き定食あります。プラス300円でお刺身がつけれますということです。本日のランチ、イワシの天ぷら定食だって。このイワシの天ぷら定食の B ランチはね1000円でお刺身、茶碗蒸し、小鉢、ご飯、味噌汁、好むものがついてるみたい。なかなかお得じゃないですか。天然ぶり、厚切りぶりフライ定食だって1,280円。今朝取れたて新鮮アジのたたき丼だって、アジフライ付き1,480円。うわ、これもうまそう。
喫茶水割りのカツオの刺身と天ぷらの盛り合わせ定食だって、1680円。おお、これもなかなかいいね。プリプリ食感エビカツ定食もあります。はい、本日のランチはそんな感じね。さあどうしようかな。今日もこちらでがっつり食べてきますよ。はい、来たよ来たよ。こちらがね、ミックスフライのご飯セット、お刺身付きでございます。はい、味噌汁、はい、ご飯大盛りなんでね、多分2段です。ほらすごいでしょ、ご飯2段だよ。それではいただきます。海鮮が美味しいということなんでね、やってきましたけど、お、タルタルソースもついてサラダもたっぷりじゃん。さあそれでは味噌汁からいただきます。うん、美味しい味噌汁。さあご飯、お、お刺身、それはマグロのお刺身ね。お、これ脂乗ってて美味しそう。いただきます。うん、このマグロねっとりしててめちゃくちゃうまいやつじゃん。油も乗ってる。やばいね、このマグロ本当に美味しい。ご飯大盛り食べれるかな。なんかおかずがもうちょっと欲しいな。サラダ食べます。サラダもたっぷりだね。僕のね、大食いスタイルはご飯少なめ、おかず超多めって感じなんで、今日はご飯が多いな。さあレンコンのフライ、タルタルつけて、エビフライ、キスフライとイカフライとシイタケか、これあとナスね。ソースあります。ソース、ナスにソース。はい、ナスフライね。はい、今度はしいたけフライ、ちょっと醤油つけてみようかな。うん、これはタコか、お刺身タコか。うん、うん、プリプリ。醤油、ツナも食べます。ネギトロに醤油かけて、わさびも全部混ぜちゃおうかな。さあネギトロ、はい、味噌汁とご飯終わりました。はい、ご飯2杯目、ネギトロかけちゃおうかな。はい、ネギトロかけご飯。うん、うまっ。漬物、野菜食べます。はい、イカ天食べます。タルタルです。はい、たっぷりタルタルのイカフライ。うん、ああご飯の量がすごいな。ご飯大盛りだね。ご飯2杯分なんでかなり多いです。お米でずしっとつけます。最後はこれ醤油をつけていただきます。柔らかくて美味しいね。はい、完食。ごちそうさまでした。いやー、お腹いっぱい、ご飯がすごかった、まあ、おかずはね、まあ、正直ちょっと物足りなかったかな。量的にね、味は最高ですけど、基本ご飯でおかず派なんでね、今日はご飯でお腹いっぱいになったって感じですね。もう何も入んないぐらいお腹いっぱいですよ。お刺身美味しかったです。ということでね、本日はね、静岡県浜松市ですね、ごっちんさんからでした。バイバイ。